Greetings, gamers. I'm LotusCrane. Welcome to episode 25 for a playthrough of Atelier Escha Logy, a JRPG developed by Gust and published by Koei Tecmo. Alright, last time I said that I only expected it to be maybe two more episodes, one regular and one bonus, but looking at how much is left, probably two more regular episodes and then a bonus. So after killing the Dragon King, it turns out there's quite a few story events waiting for us before we can move on to the final dungeon. And as usual, we're in Japanese mode for the time being, until we head to the final dungeon when the English voice acting will pick up again. さっき中央から新しい依頼が来たの。待ってください。中央から？なんでこんなところに依頼が来るんですか？それは私から説明します。え、ルシルちゃんから？どういうことなの？実は私の家は中央の商業区で流通業を営んでいまして、 エルネラ商会って、あの薬品専門のか。おいおい、嘘だろ。そうか、ルシル・エルネラって。なるほど、早く気づくべきだったな。とんでもないお嬢様じゃないか。あのよくわからないんですけど、もしかして ルシルちゃんの家ってお金持ちなんですか？そんなところだ。でも、そんなご令嬢がなんでこんな辺境に。私がわがままを言って、できるだけ中央から離れたところに配属してもらったんです。紹介の力が強いところに行っても、みんな私にお仕事なんてさせてくれないから。そうなんだ。 早く言ってくれてもよかったのに。ごめんなさい。隠すつもりじゃなかったんです。まあ、気持ちはわからなくもないな。俺だって最初からそうとしていたら、もしかして態度が違ったかもしれないし。私も知ったのはこっちに配属されてからなんだけどね。あえてみんなには知らせなかったわ。でも今回は、 そのエルネラ商会から依頼が来ちゃったからね。ルシルちゃんと相談して、ここで話すことにしたってわけ。なるほど。それで、依頼って何ですか？以前、地方で猛威を振るった流行病が、もしかしたらまた広まってしまうかもしれないんです。そこで、商会は万が一に備えて、 流行病に対する新しい予防薬の開発をすることにしました。流行病？そっか、また広がるかもしれないんだね。それで俺たちにもそれを手伝えってことか。他にもいろんなところに同じ依頼を出しているみたいです。だから私が働いているこっちにも来たんですよ。 私たちにどれぐらいのことができるかなんて全然わかりませんけど。ううん、予防薬ができるなら絶対に作れた方がいいに決まってるよ。私も協力するから頑張って考えてみよう。先輩、ありがとうございます。班長、依頼の期限はいつまでですか？他に依頼されたところが予防薬を完成させるまでよ。 正直どれぐらいでできるのか、そもそも完成するのかもわからないからね。片手間にやってもいいってところか。とにかく情報を集めてみよう。俺たちは薬を作るのが専門じゃない。レシピを作るにしても独学じゃ厳しいものがあるだろうな。うーん、薬に詳しい人が協力してくれたら心強いんですけど。
ここに来てたんだ。はい、ニオさんだったらもしかしたら予防薬の作り方に心当たりがあるかと思って。ニオ、実際のところはどうなんだ。難しいですね。流行り病って一言で言ってもいろいろと種類があるんです。だからどんなものにも効く予防薬なんてありません。そんなの作れないんです。うん、やっぱり無理ですか。流行りそうなものに絞ったらなんとかなるかもしれないけどね。私も調べてみるけど、私の持ってる本も参考にいくつか貸してあげるよ。ありがとう、ニオさん。それだけでもすごく助かるよ。ただ古代語で書かれてるし、かなり内容も難しいと思うよ。読めるかな。は、はい、古代語なら少しは。それじゃあちょっと待ってて、参考になりそうな本を探すから。やっぱり薬といったらニオさんだな。これならなんとかなりそうだね。は、はい、そうですね。どうした、ルシル。あまり嬉しそうじゃないな。あ、いえ、嬉しいんですけど、私、あまり古代語が得意じゃないんです。医術の本は古代語で書かれていることが多いから、すごく勉強したんですけど、それでも読むのに時間がかかって。ああ、確かに医術を勉強する人は大体そこでつまずくらしいな。はい、お薬の勉強もしましたけど、どうしてもそれだけは遅くて。だから私いつまでも。だ、大丈夫だよ。ルシルちゃんならきっとなんとかできるって。そんなこと言われても。お待たせ。だいたいこんなところかな。ありがとうございます。よ、よし、とにかく読み進めないと。ありがとう、ニオさん。何か分かったら連絡するから。うん、大変だと思うけど頑張ってね。まずはアトリエで読み込んでみるか。内容を把握しないと話にならなそうだからな。本当に倒したのか。すげえな、お前ら。本当にすげえよ。そんな、たまたまですよ。みんなで協力したから倒せただけで。いやいや、謙遜すんなよ。大したもんだぜ。これで人生に思い残すこともないってもんだ。このままぽっくり死んじまっても何の後悔もねえよ。そんな、まだまだ若いですよ、デュークさん。これからも頑張ってくださいって。そうかい。生きてりゃ何が起こるかわからねえもんだな。よし、待ってろよ。英雄さん二人に俺がでっけえ飯をおごってやるぜ。デュークさん、すごく嬉しそうでしたね。頑張ってよかったです。ああ、こういうのも悪くないな。まったく、私はヒヤリとしたものだが。うわ、支部長、いつの間に。あの老竜を倒したと聞いたが、まさかそんなことをやり遂げる者が現れるとは思わなかったよ。二人ともまだまだ頼りないと思っていたものだが、本当に成長したな。支部長さんに褒められたのって初めてかも。あの老竜の討伐には私も参加していてな。リュークは私を逃がすために怪我をしたんだ。しかし
私は見捨てられなかった。血まみれのあいつを引きずって逃げたのを今でもよく覚えている。それ以来竜の討伐には二の足を踏んでいた。同じ過ちを犯したくなかったんだ私は。そんなことがあったんですか。道理で対応が遅いと思いましたよ。まったく。飛行船を作り上げたり老竜を倒したり、若者は時々信じられないことをやり遂げてくれる。私たちはもう少し君たちを信頼しないといけないのだろうな。支部長さん、お食事はいかがですか。もっといろんな昔のお話お聞きしたいです。そうですよ、たまには一緒にどうですか。そうだな。老竜を倒した英雄に語れる武勇伝など少ないが長話になると思って覚悟しておけよ。予防薬を作るためにもまずはニオからもらった資料を解読しないとな。それじゃあ手分けして使えそうな情報を探しましょう。はい、頑張ります。これすごく難しいな。ニオさん、こんなの読んでるんだ。薬草の効能に組み合わせて使った時の効能に特定状況下で起こりうること。まいったな、一通り参照するだけでもかなり厳しそうだぞ。やっぱり思った通りにいかないですね。ルシルちゃんはどう？ルシルちゃん？わかりません。どうしてこんなに難しい本を先輩たちはそんな簡単に読めるんですか。簡単って、そんなことないぞ。もう何が書いてあるのかもさっぱりだ。でももうさっぱりわからないってことが分かったじゃないですか。私そこまで読めるようになるのに何年もかかって、それでも周りの子より解読がずっと遅かったんです。そんなことじゃ医者になんてなれないって、やっぱり何もできないお金持ちのお嬢様だって陰でバカにされて。ルシル、そんなことないよ。ルシルちゃんは今までだってすごく頑張ってたよ。でも私やっぱりダメなんです。お医者さんになりたくて頑張って勉強したのに、ずっと置いてけぼりで、結局お医者さんになりたかったけど、せめて覚えたことを生かしたかったから役人になって、でもたくさんの人の役に立ちたかったのに、皆さんにもずっとご迷惑をかけっぱなしで。大丈夫だよ、一生懸命に努力すればもっといろいろできるようになるから。努力すればできるなんて、そんなのできた人のただの自慢話ですよ。私何をやってもうまくいかないんです。多分このまま役人を続けたって。今回の件だってまだ始めたばかりだろう。それなのにこんなにすぐに諦めるな。まだ何も始まってすらいないじゃないか。それはそうですけど、でもだからって私にできることなんて。ルシルちゃん、私もね、こうやってしっかり本が読めるようになったのって本当に最近なんだよ。え？でもちっともそんなこと。エスカが役人になったばかりの頃は難しい調合もほとんどできなかったんだ。それを仕事の合間を縫って必死に勉強してここまでいろいろできるようになったんだよ。じゃあエスカ先輩も。あんまり
自慢できないけど、勉強はそんなに得意じゃないんだ。ほら、一緒に調べよ。私じゃわからない薬草の効果とかもあるから、ルシルちゃんが教えてよ。私がエスカ先輩に教えるんですか？俺だって薬草のことなんてわからないよ。この辺りが関係ありそうなんだ。読むから意味を教えてくれ。はい。かなり時間がかかったな。でもなんとかレシピが完成しました。レシピができたのはいいけど、なんだか難しそう。ちゃんと作れるかな。This item, I mean, it is equipable and usable in actual battle, but it's not particularly useful. So, I won't bother trying to make the perfect version of it. これでいい？完成したよ。
これが流行り病の予防薬。本当に私たちで作れたんですね。ニオの言っていた通り、何にでも効くわけじゃないんだろうけどな。それでも、ないよりはいいだろう。あとは、ちゃんと使えるものかどうかをエルネラ商会に調べてもらうだけだ。はい、早速送ってみます。ありがとうございました、先輩。私のこと励ましてくれて。やっぱり先輩たちには迷惑かけてばっかりですね。いいんだよ、もっと迷惑かけてくれたって。その代わり、ルシルちゃんに後輩ができたら、同じように力になってあげてくれると嬉しいな。お前だっていつまでもそのままってわけじゃない。努力してるなら少しずつでも成長してるさ。はい、まだまだご迷惑かけるかもしれないですけど、よろしくお願いします。あの、エスカさん、またご相談したいことがあるのですが、よろしいでしょうか。もしかしてまたプレゼントの話？前に聞かれた時もあんまり役に立てなかったけど、私でいいのかな。いえ、やはり身近で気兼ねなく女性の意見を聞くとなるとエスカさんが適任でして。そっか。うん、じゃあ今度こそ頑張るよ。よろしくお願いします。あの、参考までにお聞きしたいのですが、僕は子供っぽいでしょうか。子供っぽい？そんなことないよ。むしろすごく落ち着いてると思うけど。そうですか。とするとやはり見た目が子供っぽいのかもしれませんね。どうも僕は相手方に大人の男性として見られていない気がするのです。大人の男性か。そこまで言われちゃうとさすがに無理があるかな。とはいえ、いきなり身長が伸びるわけもないので、やはり服を新調しましょう。あの、どこかいい店はご存知ないでしょうか。あまりこの辺りの店は詳しくないのですが。男の人の服が売ってるお店？どこだったらいいかな。あ、そうだ、あそこならいろいろありそう。案内するね。すみません、よろしくお願いします。いらっしゃいませ。ほら、ここならどうかな。ここは…なるほど、おしゃれな店ですね。あ、でもやっぱり全部サイズが大きそう。ミーチェ君じゃ着られないかな。いえ、サイズはごまかしが効きます。この中から選びましょう。え、いいの？じゃあこれとか、あとはこれとか。いかがですか？生まれ変わった僕の姿は。似合ってるかもしれないけど、やっぱりサイズが全然合ってないかも。ええ、少し服を引きずるぐらいに緩い服装が大人っぽいという話です。いつも心にゆとりを持て、これも先生に教わった言葉ですし、最近はズボンも長いものをくしゃくしゃにして履いたりするそうですよ。それってあんまりかっこよくないよ。なるほど。このコートはどうでしょう。中央から下ろされたものだそうです。素材もそれなりにいいものが使われていますし、気品もあります。なかなかの一品では。子供がコートに着られてる感じ。あ、でも
無理して背伸びしてる感じでちょっと可愛いかも。可愛い？それはおかしな話です。僕は大人っぽい服装を選んでいるはず。しかしこれもいけませんか。でしたらどういったものがいいのでしょう。いつも通りでいいんじゃないかな。私はそのままでも可愛いと思うけど。それでは目的が達成されていませんよ。大人の男性を目指しているんですから。とりあえず試着もしたことですし、この服は買っておきましょう。本当に買うの？まあ、ミーチェ君がいいならそれで。ありがとうございました。ありがとうございました、エスカさん。おかげで参考になりました。本当に着るつもりなの？せめてもう少し着こなせるようになってからの方がいいと思うよ。そうですね、まずは着こなせるようにならなければ。あと身長がもう少しあるといいんですけど。それはちょっと時間がかかりそうだね。Let's see, I think... Oh, there's one more. I just wait one more day. これでいいか？That's odd. Previous time, I previewed it. Can't be that far off. Oh, it's because I put off Michi's event for. Oh, okay. I'm gonna have to wait a few more days. うさんくさいな。それ本当に効果あるのか？もちろんですよ。ウィルベルさんからいただいたんですから。それが一番怪しいんだけど。いや、何か魔法でも込められてるのか？なんだったらお二人で試してみますか？お二人の間で恋が芽生えたら効果ありということでいい広告に。
うまいこと言って売りつけようとするな。まったく油断も隙もないな。バレてしまいましたか。騙されてくれればよかったのに。相変わらずだな。でも恋愛成就のお守りなんてちょっと素敵かも。あの、こんにちは。おお、ミーチェさん、いらっしゃいませ。今日は新商品もありますよ。新商品、どんなものでしょう。恋愛成就のお守りです。気になる異性もメロメロになっちゃいますよ。恋愛成就？それは本当ですか？本当みたいだぞ。効果があるのかまだわからないけどな。ぜひ一つ売ってください。おお、ありがとうございます。値段も聞かずに即決とは男らしいですね。へえ、みーちゃくん好きな人がいるんだね。おいエスカ、ここでその話は。いや、あの、それは私、みーちゃくんのこと応援するよ。それで、誰が好きなの？教えられません。あ、逃げちゃった。やっぱり面白い人ですね。いきなり聞いちゃうのはダメだったかな。でも恋愛成就のお守り効果があるといいね。さあ、All right. どこに行くのかしら。 There shouldn't be any more story events for about a month, so aside from the main story, of course. So time to change back to English mode.What is that thing? There are flowers blooming here? How can that be? I've never seen those flowers before. Neither have I. What the heck is going on here? Logy, do you remember what Flamu said about making spring bloom again? Is this what she meant? Then Flamu must have known this was gonna happen. Which means her true goal is...Let's go, Logy. There has to be something deeper inside. Logy, let's keep moving. I'm sure there's something up ahead. Let's use this. This should do. I found some synthesis material. I wonder what I should use it for. Plants have all kinds of uses.I wonder what this can be used for. All together now. There is no escape. Here's your change. You're wide open. These weak enemies are nothing.Is this oil? They're wide open! Attack!
You're wide open. Here's a bonus! I'll go too! We did it! Take them all out! I'll use this myself. No escape! Here's your change! Da-doom! Here's a bonus! I'll take that! Well, that was an easy win. We've done a lot for our collection! How about we start looking for our next prey? It looks like we can finally take a break. This should do. What could it be? Wow, this is... I'll use this. There's something here. Huh? What's this? Is the... This should do. We really couldn't find anything during the previous investigation. That's what I call luck. Please hit. Good work, everyone. That's what I call luck. Use this. Can you feel the wind? Show you my special wares. This. You're wide open. There. Quite a relaxing fight. There's something here. These are quite... Take them all out! Please hit! Good work, everyone! Maybe this'll be good for business. Looks like I grew again. There's something here. Whoa! Did we find some treasure? I don't have any bit. What's this? I'm not sure, but I don't think it's a good idea to touch that. Let's not touch this. It scares me. It has an eerie feel to it, as if powers will be unleashed if we destroy it. I think the owner will be angry if we break it. Who owns this? I think we can ignore it, but... So, there are four of these in this dungeon. Flamu's starting level is level 50. And each of these powers her up until, if you destroy all four, she reaches level 99. Let's go ahead and break all of them. I've only fought the level 60 version before, and that was entirely too easy. And this one is probably going to be even easier since I have a few extra items. So, yeah, let's go ahead and crank it up to 99.
Okay, so what happens? That scary feeling is getting stronger. The collapse could have revealed places we couldn't get to before. We may find something new. Let's use this. I'll use this. That material appears highly useful, according to my research, that is. Ha! Go! That's a nice plant. It looks useful. Maybe... is this bothering you? It, but was it all right to begin with? Is it just me, or does it feel like it's getting more dangerous? And yet, despite that foreboding, we're still going to keep breaking them. Material. I wonder what I should use it for. This looks like it could be useful. Let's put it in the basket. These are edible, although they aren't good for cooking. There's something here! To begin with? Is it just me, or does it feel like it's getting more dangerous? Yes, yes! That material contains magic power! I'm telling you, so there's no way it's wrong! We really couldn't find anything during the previous investigation. I hope we find something this... This should do. Good. This is your chance. Yeah! Yes, yes! Da-doom! Gotcha! Such an honor.
Now for the magnificent ending. Quite a relaxing fight. This is your chance. Here I go. Good work, everyone. I'll dust it off, clean it up a bit, and done. Is this bothering you? We broke it, but was it all right to begin with? Is it just me, or does it feel like it's getting more dangerous? Yay! A successful collection! It always feels nice when it goes well. This should do. There's something here. This seems like it'd be very valuable. Let's take it and give it a good inspection. This should be useful. Plants are commonly used in alchemy. Looks like we found something quite interesting. That's Flamu. This girl is Flamu? She's so small. Are you the cradle? Is it really you? Flamu, can you hear my voice? This is Neo. Neo, a nice name. A beautiful name, Cradle. Who are the rest of you? Are you friends of the Cradle? You don't remember me. I am Clone. Remember? What is it about you? I was not expecting her memory to have eroded this much. I'm afraid that this is Flamu. My name is Escamalier. I'm an alchemist from Colsate. Escamalier. Malier. Oh yes, you too are. I had thought that you'd run away long ago. I won't run. I promise I won't run. We've come to save you, Flamu. I decided that I wouldn't rely on you anymore. You have no patience. Easily betray your friends and lie without a thought. You lack the will to make decisions. You are very vague, very difficult. That might be true. And we might have hurt you in the past. But we want to become your friends, Flamu. Being all alone here is no good. Let's go home together. You can live in Colsate with us and make new memories. Please wake up, Flamu. It must be so painful for you right now. I heard your voice, crying for help the whole time, which is why we've... It is too late. Autumn has come and gone, and so we must make spring bloom once more. If you intend to prevent that, then I'm sorry. But I don't care who you are. I cannot allow it. She disappeared again. But I'm sure she went deeper into the ruins. I apologize. I think I've lost my reason to go further. It would seem I am incapable of convincing that child. Clone, wait! You can't give up! Clone, you've come so far. Anyway, we have to keep moving forward. Flamu, I promise we'll save you. I'll use this. (Clears throat)
this? An edible plant. In other words, a vegetable. I prefer it raw myself. I've gathered enough samples here. We should investigate another area. Oh, right. This is actually still part of the same area. Forgot about that. Everyone has gone. The sun has gone cold and died. Even the green earth has turned brown. There is no one left, not a single soul. Where have they all gone? I'm all alone now. I'm not sure what you're trying to say. I'm not sure, but it's not right for you to be suffering all on your own. I know that it's wrong. I'm suffering? Why am I suffering? I don't understand. Flamu, I want to help you live, and to work with you, and we can do our best to make the town better. If you work with us, together, then every day will be better and better. I'm sorry, but I have a promise to keep. A very, very important promise. That is the sole purpose of my life right now. So please, do not interfere. I no longer need a helping hand from humans. What do you need to accomplish? I can't tell anymore. Uh-oh, I just realized something really important. I didn't put Logy back in the party. I have to fight level 99 Flamu without double draw 2. Oh wow, this is gonna legitimately be a long and difficult fight, probably. Well, here goes nothing. Understood. Moving up. With both speed and diligence. Please stay until the very end. Did you call? Why don't you just settle down? I'll use this myself. Use this. Use this!
to do! Here's a bonus! Why is not letting you here? I'm sorry. I couldn't keep... Yay! We won! But was that really it for level 99 from Moon? Oh, okay. Wow, well then nothing really compares to the final boss of the DLC dungeon. Alright, I guess just to give you guys an actual interesting fight, I'll have to do the DLC boss next episode. Is this really the end? Flamoo. So it will all crumble to dust. I suppose there is no point now. Spring has come. Surely my promise will be fulfilled. Someday. Huh? Promise? What was my promise? I do not know. I cannot remember. So you have forgotten even that. It was your one true desire. Clone A! I'm glad we made it in time. I tried everything I could to bring her back. Clone A, you have to face Flamoo. Yeah, you're right, Neo. You're Clone A? Clone A? No, this is impossible. You left me and sided with the humans. No, you were the one who left everyone else. You took to the skies to be on your own. Is that true? It can't be. The lands continue to wither. In order to stop it, you continued your research on your own. But the humans would not share my path. They would not walk at my side, would not save the Earth. I have stopped relying on the humans to help me. Yes, but you were different. Geosis alone could never save this world. No matter how difficult it would be, we had to work together. No, that's not true. That's why I flew into the skies. Yes, you wouldn't listen. You left all your friends behind. But you left me a single apple seed. I did... what? With that seed, and in the belief that you would one day return, the humans and I grew a great orchard. The seed you left me now produces so many apples that I cannot gather the crops without help from others. Yes, that's right. A strong apple tree that would not be defeated by anything. Why? Why did I? You made a promise. A very valuable promise to me. But that does not matter anymore. That promise is a thing of the past. That's right. I made a promise with you, Clone A. A very valuable promise. While you planted trees, I would find out why the Earth was withering, and I would return. And then once I knew, I would come back to you, and we would enjoy the apples together. See? It's all okay now. You can stand on your own. Yes. Yes! I'm home, Clone A. I'm back! Welcome home, Flamoo. Your long journey is over. I'm so sorry. I just didn't understand. I couldn't keep our promise. But I wanted to see you. For the longest time, I wanted to see you. As did I. But the research doesn't matter anymore. I'm just glad to see you again. I know I was supposed to welcome you home, but it took a little longer than I'd hoped. I'm sorry.
Thank you, Escamalier. I was forgetting something very important. I had a very valuable, very important friend close to me. That's what kept me going so long. I see. I didn't know anything. Clone was in our town this whole time, but I didn't know any of this. There was no need for you to know. Having friends provides all the motivation one needs. Escha, would you be my friend? Of course! Thank you very much. I'm truly glad to have met you, Escha. Flamu, she disappeared. But why? She's not human like us anymore. Perhaps when the interface was destroyed, she disappeared too. No. Flamu was simply bound to the Geosis for the time being. But she must have gone somewhere else. That's true. I've seen lots of ruins like this one. Also, for some reason, it's like I can still feel Flamu near me. I can sense her. Hey, do you think we were able to save her? Yes, of course. If we hadn't, she wouldn't have smiled the way she did. The Bumblebee Princess's story finally has a happy end. Thanks to all of you. I wonder where she'll go now. Will we ever see her again? I'm sure you will. As long as there are more Geosis facilities in this world, she will continue to exist. Yeah, I'm sure we will. Someday. Flamu, I will be waiting for you to finish your journey. I'll wait as long as I have to. Nokotte inakute tada chi
Hey, isn't that... Could it be Flamu? Hello, little alchemist. I never would have imagined I would encounter you here. The first geosis facility was built here, long ago. There is not much spring left, but there is probably enough for us to talk. I see. Did you speak with Clone A too? Yes. I learned a lot from her. She told me everything that happened up until now. And about you kids, too. She told me everything she could. I think we talked for so long that we both got a little tired. Huh, I see. Well, I'm glad you and Clone A were able to talk after all. And we're sorry about having to wake you up the way we did. It was all we could think of. No, it's thanks to you two that I have awoken. Truly, I owe you my thanks. To think that the little seed would grow into such a magnificent orchard. It's unbelievable. Apparently it took much effort, but the humans never gave up. I thought we'd never see eye to eye. We do fight over small things all the time. That's why it's so important to work together. Because working through that, no matter how tough, is what makes the world a better place if we try. You can go in the wrong direction but not notice it for a while. Alchemists of the past and of today, we all try to move forward, one step at a time. You're absolutely right. I think what you say is true. I would like to try once more. I think there's still more that I'm capable of. And now, I won't be by myself. I have very valuable friends by my side. Yeah! Yeah, that's true. I want to give this to you two. This is... A brand new life. Someday, it will bloom into a beautiful flower. Please, take good care of it. Flamu, thank you so much. We'll cherish it. It's a promise. I believe in you. I believe in all of you. Looks like she's gone. But I'm sure we'll be able to see her again. Me too. I want to try planting this. And one day, I can show this flower to Flamu. So, no one told you about what we just did? Alright, well, that's okay. Enjoy your apples, Dad. Is this right?
Is this... Is this right? The thing is, having finished the last story dungeon of the game, we still have to run the clock for another 312 days. The game doesn't actually end until the counter is over, which gives us enough time to do the DLC stuff, and then synthesize perfect equipment and items to carry them over to a new game plus. How long should I rest? Might as well fit in a few more things. I mean, I could just skip past the rest of the events of the year and just show the ending credits now, but that would run over for another 34 minutes. So instead, I'm just going to do Wilbell's DLC fight, and then we'll do the rest of the story and probably the DLC boss, and then the ending credits next time. Oh, right. Until it's time for the actual ending scenes. There's, once again, no English voice acting. これでついに火の王と契約しに行けるのよ。ああ、そういえばそんな話だったな。悪い、エンジンのことが気になってすっかり忘れてたよ。あんたね、まあ大変そうだったし別にいいんだけどさ。契約しに行くってことはまた火の王さんに会いに行くんですよね。そうね、荒野に行く機会があったらちょっと付き合ってもらえない？もともと一人でやる予定だったんだけど、あんたたちには協力してあげてるでしょ。一緒に行くくらいはしてくれるわよね。わかりました。それぐらいお安いご用です。俺たちも何か準備をした方がいいのか。そうね、どうなるかわからないけど戦いの準備はした方がいいかも。え、火の王さんと戦うんですか。前にあんたたちがご機嫌も取ったし、順調に行けば話すだけで契約までいけそうなんだけどね。そんなにうまくいくことなんてめったにないわ。精霊の試練は相手に力を示さないとダメなことが多いのよ。なるほどな。でも俺たちがその戦いに参加していいのか。そういうのって1対1でやらないといけないんじゃ。精霊がそれを望むならね。でも助力ありだったら少しでも協力してほしいの。ま、火の王が何て言ってくるかわからないし、あんたたちも準備しておいてちょうだい。一応確認しておきますけど、火の王さんってすごく強そうですよね。どうかしら。祭壇が作られてるくらいだし、かつて信仰が強かったのは間違いないわ。どっちにしても激戦になるのは避けられないでしょうね。味方につければ頼もしそうだけど、いざ敵に回すとなったら恐ろしいかもな。どれぐらい強いのかわからないし、気合を入れて準備しておくか。さあ、どこに行くのかし。
ときは、よーし、これを使うよ。何か見つかってくれるといいん。改造に使えそう。研究がはかどりそうな場所ね。サポートをよろしく頼むわ。この時が来ましたね。よし、それじゃあ呼び出すわよ。火の王、出てきなさい。話があるわ。わらわを呼ぶのは誰か。また会えたな、火の王。おお、そなたたちか。祝福は使えたか。ああ、あれほどいい素材は他になかったよ。欲を言えばもっと欲しいくらいだ。火の王さんのおかげで助かりました。本当にありがとうございました。うん、良きかな良きかな。それでわらわに何用か。用があるのは私、魔法使いのウィルベルよ。あんたと契約をしに来たの。いきなりで悪いけど、私に力を貸してくれない？ほう、小娘よ、魔法使いか。それは久しいな。いいだろう。わらわの試練に打ち勝てば契約をしてやる。なるほど、それだけの説明で通じるのか。ここまでは順調みたいだな。それでその試練っていうのは具体的に何を？決まっているだろう、戦いだ。わらわを楽しませてみせよ。うわー、やっぱり。でもそういう単純なやつの方が好きよ。我が力、見せてやる。みんな、風になーれっと。ごきげんよう。お呼びとあらば。基本に忠実に、素早く突くべし。炎よ、叫ぶ。さあ、楽しみましょう。これを使えば。ガラ空きだぜ。いただき。おっと、この一発は高いですよ。なんたること。これでどうだ。わらわの炎に耐えるとは見事だったぞ、人間よ。じゃあこれで契約をしてくれるんですか。
いいだろう。さあ、魔法使いよ、来るがよい。ビルベル・フェルエル・スレートの名において命ずる。赤色の炎の王よ、我が呼びかけに応えよ。古き地の魔法使いよ、何時の望みを言うがよい。古の契約に従い、我に力を与えたまえ。心得た。我が試練を超えし者よ、日はいつもそなたと共にある。これで終わりか。ウィルベルさん、大丈夫ですか。いや、ウィルベルさん、いや、やったー、やった、私やったよ、最高。ねえ、見た見た、私火の王と契約したわよ。すっごくかっこよくなかった。ああ、かっこよかったよ。今ので台無しだけどな。よかったですね、ウィルベルさん。まさかあんなに強力な精霊と契約できるなんて思わなかったわよ。こんなにしっかりした形で契約したのも初めてだし、成功してよかった。俺、その言い方だと今まではこうやって契約はしていなかったのか。実はこれぐらい強い精霊だと風の王とはもう契約してるの。ただその時は風の王が特別にちょっと力を貸してくれるってだけで、実はあんまりしっかりした契約じゃなかったわけ。今回はいろいろと反省してしっかりとやろうと思ったのよ。これでようやく私も一人前ね。え？でもウィルベルさんってもう立派な魔法使いじゃん。いや、今回のでちょっと分かったわ。私なんてまだまだよね。さーてと、今度はどんな精霊と契約しようかな。今回はたまたま一緒に行けたけど、そう何度も手伝えないぞ。大丈夫なのか。うん、手伝ってくれて本当にありがとう。次は自分一人でも強い精霊と契約できるようになるまで頑張るわよ。どれくらい休もう。
この間の流行り病の予防薬が無事に届いたって家族から手紙が来たんです。本当？あれで大丈夫だったのかな。詳しくはこれから調べるそうですけど、強い効果が期待できるだろうって書いてました。他に依頼したところが送ってきたものよりも完成度もすごく高いみたいです。そうなんだ、よかった。これで病気になる人が少しでも減ったらいいね。そうですね、いろんな病気があちこちで見つかって薬を作ってもキリがないみたいですけど、でもこうやって少しずつでも新しい薬を作っていけば、きっと病気にかかる人もいなくなりますよね。そうだね、そうなるといいね。でもどうして先輩はここまでしてくれたんですか？え？どうしてって、なんていうか、薬を作ってる時すごく必死な感じでしたから。私がすごく小さい頃にお母さんが流行り病で死んじゃってね。そうだったんですか。すみません、無神経なことを聞いて。ううん、平気平気。本当に小さい頃の話だから全然覚えてないの。でもだからかな、流行り病の予防薬を作るって聞いて、なんだか自分のことみたいに思えてきちゃって。先輩ありがとうございました。全部先輩たちが手伝ってくれたおかげです。ルシルちゃんだって作り方を調べるのに頑張ってたでしょ。一緒一緒。またわからないことがあったらいつでも相談してね。私はルシルちゃんの先輩なんだから。はい、私先輩のことが大好きです。There's no particular reason to read too much into that expression of earnest feeling by Lucille. That's a little less unusual in Japan than it is in America, so... I mean, there shouldn't be anything wrong with earnest expressions of feelings or sincerity, really, in any country or culture, But yeah, typically the Japanese are cooler and less awkward about that stuff. Alright, so this has been episode 25 of our playthrough of Atelier Escha Logy, a JRPG developed by Gust and published by Koei Tecmo. So next episode should just be a few more scenes in town. I'll see if I can defeat the DLC boss. He'll probably kick my butt. I didn't stand a chance on the first playthrough. And then, of course, we'll advance time until we see the ending movies and ending credits. If you like this video, please remember to subscribe to my channel and share them with your friends. I'm LotusCrane, signing off.